皆さんこんにちはジマです 今回の動画はですね、今売れているカメラを知ろうっていったところで、どういったカメラが売れていて、どういったトレンドがあるのか、それぞれのカメラ、どんな特徴があるのか、ランキングからですね、思うこと、所感っていったところをお話ししていこうかなと思いますえ。各著名サイトの売れ筋ランキングといったものはですね、まあ、興味があるんでね、まあ、定期的に私自身チェックはしているんですけども、今回はヨドバシカメラさんの売れ筋ランキングがですね、ちょっと 面白いい結果になっていたのでで、まあ、情報がですね偏らないようにヨドバシカメラさんのまあランキングをまあ中心には取り上げるんですけども情報が偏らないように価格ドットコムさんのね、まあ、売れ筋も混ぜて取り上げていこうかなと思います結果ですね今どんなカメラが売れているのかでどんな特徴があるのかを知ることができる動画になります今回も「じまチューブ」スタートですはい改めましてじまです いつもですね、動画ご視聴いただきましてありがとうございます。この動画をですね、チャンネル登録していただけますと、有料級の撮影知識といったものをですね、 体系的に学んでいただくことができます。カメラの情報をですね、効率よく収集できるので、試すことであったりとか、今回のね、ランキングみたいなものを調べるといったですね、手間と時間の、まあ、節約になります。で、過去に400本ぐらい動画を撮ってきました。これが417本目の動画になります。417本の中から厳選した200本をですね、当チャンネルの方にまあストックしておりますので、約200本の動画をですね、撮影ノウハウに関するものを体系的に確認していただくことが可能になります。で、動画内でね、学んでいただいたこと とか今回のランキングに関してこのカメラに関しては私はこういった印象がありますみたいなことをねお気軽にコメント欄にこんな形でね右側にあるように書いてもらえると嬉しく思いますでよかったらですねあのご友人にこの動画ねあのシェアしていただけると嬉しく思いますで早速本題なんですけどもランキングを見ていきましょうって言ったところで データの集計期間対象が、まあ、2021年の1月16日、1月31日と、まあ、約2週間でね、ちょっとキュッとなっているものなんですが、ちょっと面白い結果になりました。第1位がですね、キャノンさんの EOS の R5 のボディ。キャノンさんの EOS の R6 のボディが1,2と並んでます。で、第3位がソニーさんの α7C のズームレンズキット。 第4位がソニーさんの α7S3。これ、もう動画に特化したカメラですね。こちらのボディになります。で、第5位が α の6400のダブルズームレンズキット。で、第6位が α の 7C のボディ単体。第7位が α73 のボディ。合ってますよね。α がつるんで、続いてるのでちょっとわからんなったんですけど、合ってますね。で、第8位がニコンの Z7II のボディ。 第9位がキャノンの EOS の R6 の RF の2400号のレンズキット付き。第10位がパナソニックさんのルミックスの S5 標準レンズキット。こういったものになります。まあざっくり言うと、上はキャノンが占めて、真ん中ソニーが牛耳って、8位、9位、10位に、えー、ニコンとパナソニックが並びつつ、キャノンさんがここで R6 もう一個掘り込んできた。みたいなランキングになってますね。で、次のスライドです。上位は、 キャノンさんが、まあ、占めてているって言ったところで1位はやっぱり安定して売れている、まあ、キャノンさんの EOS R5 で2位はですね同じくキャノンさんの EOS R6 と、まあ、上位を独占しているような結果になりました少し前まではえ上位っていったものを占めていたこのねランキングの中の上位を占めていたのは、まあ、ソニーさんののがやっぱり一方的というかもうずーっとねソニーさんが シめてました。ずっとアルファ73であったり、アルファ6400であったりとか、アルファ 7S シリーズであったりとかが占めてたんですけども、やっとこさここでね、張り合える、まあ、ミラーレスが、えー、ソニーさんに対抗するものとして出てきたかなという印象ですね。で、EOS の R5 の まあ、サブ機として EOS R6 っていったカメラをですね、まあ、高いので、まあ、そうそうポンポン買う人はいないと思います。ただ単純に、キャノンさんの、まあ、しっかり使えるミラーレスの登場を待ちわびてた人たちが、そんだけ、まあ、多くいたのかなっていうふうに考えるのが自然かなと思います。で、また同じくですね、まあ、9位にも EOS の R6 のレンズキット 2405mm がですね、まあ、ランクインしているので、この機会に、まあ、RF マウントに乗り換えた方であったり、 とか単純にこの2400号のレンズキットを一緒に購入した方がコスパがいいなっていう理由から、まあ、レンズのね補充を狙った人たちがいらっしゃったのかなっていうふうに予想していますでキャノンさんは2機種3モデルがトップ10に入ったというスライドです EOS の R5R6 の売れ行き本当すごいですよね登場時からまあこの2機種っていうのはおキャノンさんミラーレス 本気来たねみたいな感じでね。結構インパクトがあったんですが、ここ数年の、まあ、ソニーさんが独占していた一眼レフ、一眼レフというか一眼カメラですね。ミラーレスも一眼レフも古めた、えー、カメラの、まあ、売り上げランキングの顔ぶれを、まあ、変えたって言ったとこは本当にすごいことだと単純に思います。で発売当初っていうのは予想以上の売れ行きだったので、EOS ね、R5、R6 どちらも 供給不足って言ったところに、まあ、悩まされていた。買いたい人はおるけども、ごめんなさい。在庫ないんです。売り切れなんです。ちょっと入荷待ちで。みたいな。ちょっとね、機械損失を出すところがあったかなっていう印象のカメラなんですけども、ここ最近はですね、もう供給も、まあ、安定して、スムーズに発売台数って言ったものを稼げる状態になっていると、まあ、見受けられるので、このね、環境というかこの状態って言ったものがもう少しまあ続きそうな R5 と、 R6 がもうちょっと、まあ、定期的に売れていくんだろうなっていうような感じがするかなと思います次のスライドですねじゃあソニーさんはどうなんて話でもちろん根強い人気誇ってますよねここ数ヶ月安定して売れてきた小型軽量高性能なフルサイズミラーレス1眼 アルファ 7C のレンズキットっていったものは、いつもより少し順位を落としています。もっとこうね、アルファ 7C のレンズキットっていうものは、フルサイズのミラーレス一眼を始める方の結構買いやすいモデルとして上位を占めてたんですけども、今回も R5 と R6 が出てきたので、単純にドンと、まあ2つね、ランクを落としたような。 印象ですねで4位に α7S3 という、まあ、動画に特化した S 系統ですよね。で、5位に α6400 のダブルズームレンズキット。α6400 はどちらかというと、まあ、APS-C のセンサーサイズの、えー、小型軽量の、まあ、ミラーレスのカメラで約10万円ぐらいで購入できます。ダブルズームレンズになるとちょっと、ね、値段上がるんですけども、それでもまあ比較的他のメーカーさんに比べると性能というか まあ品質、性能で比べるとコストパフォーマンスの高い部類になるかなと思います。で、6位に、これまたね、α7C のボディ単体なので、既に E マウントのレンズをまあ複数 持っててておられてて例えば、α6400 を持ってて、あのサイズ感でフルサイズのカメラが出たら欲しいなと思われた方がこちらに映っているというか、こちらのねカメラをまあ追加で購入されているのかなっていうふうに思いますので、まあ、ボディ単体で売れている。で、7位に α73。もうこれもね、長いこと売れてますよね。やっぱり。 ソニーさんがフルサイズミラーレス一眼って言ったものをいや一眼レフだけじゃないんやでカメラはみたいな形でねドンと出してきてそれがもう2、3年ロングヒットをしているでこれが未だに売れているで未だに20万円前後っていうものを価格推移しているっていうのは他のカメラがドンと価格落ちてる割にすごく人気根強いところがあるのかなっていうのは思いますねで3位から 7位までの、まあ、ランキングのね、中盤っていったものをソニーさんがもう独占しちゃってる状態。逆に言うと、アルファ、違う、アルファじゃない。EOS の R5 と R6 が上にドンとねじ込まれただけで、それ以外はいつも通りソニーさんの独占状態っていう状況ですよね。これはもしかして、 キャノンさんのね EOSR5 と R6 があそこまで勢いよくね、売れんかったとしたらですよ、1位から5位あたりまではもうソニーさんが占めていたのかもしれないって考えると、やっぱり根強い人気と、まあ、底力っていうのがソニーさんに関してはま半端ないなっていうふうに思いますね。そんだけまあ、売れてるというか、求められるカメラなんだろうなっていうのは思います。次が 長く売れるるカメラを作るソニーの凄ささっきのね、ちょっとロングヒットの話に関わるんですけども、よくあるレンズキットのモデル1機種などではなくてですね、ソニーさんのこのランキングから見て思うっていうのは、4機種、5つのモデルがランクインしてるっていう凄さなんですよね。動画に特化した、 アルファ 7S ート APS-C の小型軽量のミラーレスという形でアルファ6400で小型軽量のフルサイズのミラーレスとしてアルファ 7C が入ってどちらかというと小型ではないけどそこそこまあしっかりした大きさのフルサイズミラーレス一眼としてまあ2、3年前に瞳オートフォーカスなんかをまあファームウェア含めて対応している高性能なアルファ7系統ですねここも ほう、そろそろ、無印のね、α7 で。 攻撃出てほしいかなとは思うんですが、こういった形で4機種5つのモデルでランクインしているっていうのがすごいんですよね。発売するカメラそれぞれが、やっぱり市場の一定の需要を常に維持しているっていう凄さですよね。さらに発売後にこのロングヒットするモデル、例えば α6400 ももう2年ぐらい経ちますし、α73 になってくると2年半、3年近く経つんですよね。これがこのロングヒットしてる こ、e、の α7-3 と α6400 が EOS の R5、R6 と同じランキングの中に入り込んでるっていうのがこの間にもいろんな新しいカメラ出てきているんですよ他のメーカーさんからもでもそれがランクインに入らずこの α6400 と α7-3 っていったものが入っているっていうのがすごいかなっていうふうには思いますなので数年経過してるにもかかわらず アルファとかまだ売れるんかこれみたいなね感じのものになってますただこの2機種に関してはコストパフォーマンスとねこの品質とま取、あ、撮れる絵撮りやすさ機能面スペック全部含めてまあ売れるよねっていう感じですよねもう本当にあの手頃な一番今買い時な高性能なカメラやと 思います、まあ数年前のミラーレスなんでねちょっとした今の最先端のミラーレスに比べるとちょっとまだ時代背景的にちょっと惜しいところはあるんですけどもそれでもその部分をもう把握した上で購入してこのカメラにはこういったちょっと弱み弱点があるなっていうのを把握した上で購入するともう十分使えるカメラになりますただまあ新商品のサイクル的に 好景気とか、まあ、新経とですね。今回で言うとアルファ1みたいなね。新系統を出しているんじゃなくて、まあ、その都度、市場の需要に合わせた的確な商品ラインナップの拡充っていうのが最高にソニーさんのマーケティングセンスの渋さかなと思います。うん、そろそろ動画みんな凝りたいよね。アルファ 7S、ZV1。 そろそろみんな小型軽量で高性能なミラーレス欲しいよね。α6400。α 7 III めっちゃ売れたな。でもあれぐらいの性能で α6400 ぐらいの ミラーレス欲しいな。シグマさん FPA、えー、ミラーレス小型軽量で出してきたな。うちもできんちゃん。アルファ 7C みたいなね。で、そういった小型軽量コンパクトコストパフォーマンスの高いいいミラーレスがいっぱい出た中でハイエンドのフラグシップのミラーレス欲しいですよね。うん、用意しましたよ。アルファ1みたいな形でね。なんかもう、この商品のリリースのね、この ラインナップの流れっていうのがものすごく綺麗なんですよね。そういったものがソニーさんの、まあ、商品の拡充のえペースにはすごく感じるところがあります。で、一眼レフではなくてですね、ミラーレスにもう注力したのはすでにキヤノン、ニコンっていうね、二大巨頭が一眼レフ、もうカメラという中で一眼レフっていうもので、二大巨頭が ソニーさんがカメラを頑張ろうって思った時にも締めていたのでシェアを奪うのは正直大変やったと思いますなのでもうじゃあうちはミラーレスで新しい市場の開拓をしてやろうみたいな感じがするのがこれもまたすごいしこのミラーレス市場を実際開拓して今となってはキヤノンとニコン含めた他のメーカーもこのソニーさんを追っかける形っていったものを作り出したっていうのはすごいかなと思います で、そのソニーさんの凄さもいいんですけども、その他に売れてるカメラってどんなんなんて話になった時に、キャノンとソニーが、ま、売れてる印象では あるんですね。このソニーとキャノンめっちゃ売れてんな。EOS の新しい R5 と R6 めっちゃ売れてるで。でもやっぱソニーのカメラの方がまあ根強くて安定して売れてるよねって印象があるんですけども、実はですね、ニコンの Z7I、ニコンさんのまあミラーレスのね、フルサイズ一眼の高画素モデルの後継機。 とパナソニッッククさんんののルミックスの s 5こちらも実は人気なんで、すよねで別の動画でも、この右側にあるように、ルミックスのね、S5、2020年の市場動向を語った動画があるんですよ。で、その市場動向を語った時に、パナソニックさんが一瞬ぴょこんってめっちゃシェアを取ってるタイミングがあるんですね。その タイミングっていうのがこのおそらく発売時期的にもルミックスの S5 だったかなとな,のでなかなかあのー 登場したタイミングで売れたカメラかなっていう風な印象を持ってます。で、未だにそこそこ、まあ、売れている。さすがにキャノンさん、ソニーさんに比べてしまうとちょっとね、しんどいところはあるんですけども、S5 も十分え売れているカメラかなと思います。で、その後、まあ、安定して売れている人気機種なので、巨大三大メーカー、キャノン、ニコン、ソニーの、まあ、中に混ざって売れているカメラを出せるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うし、このルミックス S5 のような形でどんどん別のね、メーカー さんも入ってくれることによってキャノンソニー、ニコンのねこの3大メーカーの争いにもっと違う刺激を 与えてもらうのがよろしいかなと思います。別にカメラメーカーってね、キャノン、ソニー、ニコンだけじゃないんで、他のところももっと面白いコンセプト、エッジの効いたカメラを出してきて、切磋琢磨してもらうと、私たち購入者側ですよね、は、まあ、選ぶ幅も広がるし、価格競争もあるし、まあ、品質の、えー、このクオリティの上達のスピードっていうものも上がっていくので、ぜひ応援したいところかなと思います。で上位の8モデル、勢いのあるソニー勢と、まあ、キャノン勢に 締められましたよね結局のところでちょっと置いてけボディ感のあるニコンなんですけどもちゃんと、まあ、フルサイズミラーレスの高ガスモデルの後継機 Z7II を一機種はねじ込んできました Z6II とか Z5 とかちょっと前までね結構ランキングの上位を頑張ってた Z50 とかうんどこ行っちゃい んでしょうねっていうところがあるんですけどもこれはまあ単発的に EOS の R5 と R6 が売れてるっていったところがあってもしかしてこの2機種の人気がちょっと陰りは見えてきてソニーさんはもう安定してくれると思うので結局のところ何週間か何ヶ月後かには入れ替わると私は個人的に思ってるんですねなのでまあソニーがちょっと上位になってソニーキャノンのところがカチャ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 入れ替わってる中で 下の、まあ、3つから4つぐらい、6から10の間に、まあ、ニコンがどれぐらい入れるのかなっていうのは、まあ、単発的にちょっと期待したいかなっていうのはありますね。まあ、キャッシュバックなんかがあったらね、ちょっと入ったりはするかなと思うんですけども、自力だけではちょっと厳しいのかなっていうところがあります。次のスライド、あと気になったっていうところですね。今回のランキングの中では、5位、e、の α6400 ですよね。これ、ダブルズームレンズキットだけが、 APS-C のミラーレス機っていう結果になったんですよ先日の動画でね右下のサムネイルにあるように APS-C は格下ではない理由みたいな動画を、まあ、作ってはいるんですけども逆を言うとそんなに安くもないそこそこ高いフルサイズセンサー搭載のミラーレスのカメラが売れているんですよねカメラ市場っていったものは縮小していると このチャンネルの中でも再三お伝えしてるんですけども、意外や意外、まあ、販売台数っていったものは減ってるのは確実でしょうが、意外や意外、ミラーレスのフルサイズ売れてる、うん、意外と市場元気なんかなっていうのは思います。本当は、ああいうキャノンさんが新しいね、ミラーレス、フルサイズ出したとしても、もう市場全体、私たち顧客層の財布的にも、もう冷え切ってて、いや、新しいの出て欲しいのはあるんやで、ただ分かる、分かるけども、ちょっと無理やわっていうとこでもう、 いつも通りのコストパフォーマンスのいいカメラが並んでしまうよりかは登場したばっかりの、まあ、勢いあるカメラがボンと上位に入ってくれてるのは、まあ、意外とね市場は元気なんかなっていうのは、まあ、ちょっと感じるところがありましたよね。で結果的に、まあ、7機種 旧モデルがフルサイズのミラーレス機になったんですよ。これ、驚きとともに、やっぱり売れてるからこそ、今後の後継機とか新系統の登場に、まあ期待したいかなと。結果的に、一眼レフ、もう、買われとらんなっていう。 まあもしかしたらね、中古市場ではやっぱり一眼レフの方が人気かもしれないですし、一眼レフをもうすでに数年前に購入して新しく購入する理由がないっていうところもあるかなとは思うんですけども、もうミラーレスが売れるし、ミラーレスに各メーカーがもう全力を注ぎ込む理由もやっぱ分かってくるかなと思います。 でこのランキングなんですけども、ヨドバシカメラさんのデジタルカメラ全体の売れ筋ランキングなので、ミラーレス一眼がね、まあ、独占したっていう結果になりました。これはもうヨドバシカメラさんのもしかしたらね、プロモーションであったりとか販売戦略にも、まあ、影響してくるところがあるかなっていうところはあるので、一つのね、参考事例として思ってください。なので、ミラーレスに偏っちゃったんですよ、結局。 結果の結果的にね。じゃあ、コンデジとか一眼レフって売れてないのって思ってしまうので、ちょっとね、このコンデジとか一眼レフも気になるってスライドです。確かに、新しい一眼レフが登場、まあ、していないことであったりとか、うん、登場特にしてないですよね。まあ、一眼レフが新しく新型でドーンって出てるっていうのは、まあんまここ半年一年ぐらいあんまり聞かないですし、出たとて、 レフ機出すんかいみたいなね。まあ、フラグシップはわかりますけどね。レフ,レフ機出すんかいみたいな感じがあるので、まあ、新しくカメラを始める人であったりとか、買い替える人から、まあ、ミラーレスへの移行とか参入は多いのかなって。カメラ新しく始めるんやったら、うーん、一眼レフじゃなくてミラーレスを買うとあったり、すでに一眼レフを持っています。次、買うカメラは一眼レフ。 ではなくて、もう重たいしでかいし、このレフ機構いらんからミラーレスにします。みたいなね。感じなのかなってのは思います。ただですね。まあ、データとして先ほどのヨドバシカメラさんのは結構まあ、局所的というかまあ、データとしての集計期間も短いことがあったりとか、そもそもヨドバシカメラさんっていうところにスポット当てちゃってるし、偏った評価というかまあ、印象になるのも。まあ微妙なのでなんかベタなんですけどね。 ま、よく私も見てる価格 .com さんでの、ま、売れ筋ランキングもちょっと一緒にね、参考に見ていこうかなと思います。デジタルカメラで言うと、売れ筋ランキング、ま、ここを1週間2週間ぐらいでちょろちょろっと見てみたんですけども、1位がね、オリンパスさんのタフの TG6 ですね。これ、あの、結構ですね、入れ替わってます。ZV-1 が1位に行ったりとか GR す、GR3 が1位に行ったりとかしてるので、ま、この大体5機種が、ま、その1位の椅子を奪い合ってる ようなイメージだと思ってください。で、2位が VlogCAM の ZV-1 ですね。今私がこれ動画撮ってるカメラです。えー、リコーさんの GR3。富士フィルムさんの X100V。これ、まだ売れてますね、やっぱり。あの、富士フィルムさんの X100V めちゃくちゃいいカメラなんですよね。ただやっぱり、どうしても、 うーん、炎上言うたらあれですけど、PR 動画、プロモーションというか、メーカー公式のね、あの動画が頭をよぎっちゃうので、ちょっとね、もったいなかったかなと。こんなにやっぱ売れるカメラだったんでね、ああいうところでちょっとマイナスイメージをつけるのはもったいなかったかなと。で、5位はクールピックスの P950 ですね。これ、売れてますね。ニコンの約1年前ですね、オリンピックがやるやらへんっていう時に、超望遠の まあ、高額ズームのコンデジとして出てきたのが P950 なので、もう約1年ぐらい前になりますね。ここ最近、まあ、お馴染みの顔ぶれが並んでいるっていう、まあ、結果ですよね。で、やっぱり売れてる ZV-1。今私これ買ってます。なので、結果的に私もこのランキングにね、1台は貢献してるかなと思うんですけども、ZV-1 はソニー勢ですね。ミラーレスの まあ、ランキングね、先ほどミラーレスっていうか、カメラの、デジタルカメラのね、ランキングの中で、中盤、3位から、えー、7位ぐらいまででしたっけ、青を埋めているソニー勢がコンデジでも一つはねじ込んできてるっていうのが、やっぱりすごいですよね。発売日は、発売日発売時ですね。発売時は、もう Vlog に特化した高品質な動画を気軽に撮れて、必要な機能は全部揃っている。 かつ、コストパフォーマンスが良いっていう ZV-1 ですね。コスパが良い ZV-1 なんですけども、まあ、ここ最近ですね、まあ、外出自粛っていったところで、 気軽にね、まあ、Vlog が撮れない今、現状ありますよね。外に出てばーって楽しい、Vlog やーみたいなのが撮れなかったり、めっちゃアホな子になっちゃいましたね <laughs>。こんな感じね、Vlog めっちゃやわ、めっちゃ美味しいもん食べたで、どこどこ行きます、みたいなのがね、撮れなかったりするので、別に Vlog 撮ってる人は批判するわけじゃないですよ。なんとなく私の Vlog 撮ってる人のイメージがそんなんやったんですね。私がよく見ている Vlog、Vlogger っていうのかな、Vlogger の人たちがそんな感じやったんで、楽しくね。 撮られているのでこういった Vlog が撮れない今は、まあ、ですね、ウェブカメラ需要に今乗っかる感じでね、やっぱり販売戦略がうまいなと思います。Vlog かむという形で出したけども、Vlog 撮る環境が今ちょっと難しいという時であれば、もうウェブカメラとしても使えますよっていう PR の仕方ですよね。この前 ZV-1 アップデートがあったんですよ。なので、それを当てると、2.0やったかな。めんどくさい設定等をしなくても、USB にもうブスってさしてもうって、サクッとウェブカメラとして利用できるんですね。前までちょっとね、専用のアプリケーションみたいなのが必要だったんですけども、そういったものがね、あの、めっちゃ短縮できるようになったそうです。私ももう2.0にね、あの、動作安定させるためにもアップデートかけてるんですけども、私自身、ファームウェア更新はしてるけども、もうここでね、あの、 なんていうの ?YouTube 撮るように、もう常設のカメラなので、あの、ウェブカメラとしては使ってないんですよね。なので、もし、あの、テレワークなんかで ZV-1 を購入して、ウェブカメラとして、あの、使っている、あの、方がいらっしゃいましたら、コメントでね、あの、ZV-1 ファームウェア更新あってて、めっちゃ良くなりましたよ、みたいなね、コメント書いてもらえると、あの、コメント欄、有益なものになるのでね、ぜひ書いてもらえたらなと思います。まあ、ZV-1 はね、私もニコンずっと使い続けてて、 でもやっぱり動画がいるってなった時にニコンにこだわりたかったけどもいろんな、まあ、コストの面と効率の面でやっぱり機材そのものの信頼性っていったところで ZV-1 を選びましたで、まあ、レンズ沼にね入らないように α6400 とか α73 ではなくてあとは α7C と α7SK とかではなくて ZV-1 にしたっていうのがあります。これはもうレンズ沼回避のためですね。まあ、コスト下げたかったもあったんですけどね。なんで、コンデジ市場は大きな変化はなしっていったところです。そこまで、うんインパクトのある機種が、 バシバシ出てるっていう感じではないですよね。コンデジ業界は。なので、富士フィルムの X100V。これも1年ぐらい前になりますよね1。そうですね。1年前ぐらいになります。で、クールピックスの、ま、P950 も1年ぐらい前になりますし、ま、オリンピック開催前に高額ズームとしてめっちゃ得が取れる P950、ま。野鳥とか飛行機を取る方からの指示が厚いんですよね。なので、GR3 はもうそもそもなんとなくもうすっごい強いファン層がいらっしゃいますし、X100V はコンデジとしてやっぱり優秀なものでありますしクールピックス P950 は望遠として使えるカメラとして優秀で ZV1 は Vlog あとはこういった形で動画を撮るときに適しているっていったところでコンデジはもうわかりやすくうん買う目的とか使う目的がしっかりしているかなっていう印象ですね で、次はじゃあ、一眼レフの売り上げランキングを見ていきましょうって言ったところで、1位がですね、D780 です。1年経ちます。売れてます。私も購入してます。持ってます。このカメラですね。いいですね。1位やで、あんた。ちょっと褒めときますわ、これで。これね。ほんとに褒めんなりますね。これ、これいいね。D5600、ダブルズームレンズキット。これが2位ですね。5000系統もね、売れてるんやけどね、旧製品になっちゃいましたね。で、3位が EOS の 90D。 ですね、この90系統というか、もうこの2桁 D 系統、キャノンさんの、めっちゃいいですよね。やっぱりコスパ最高ですよね。で、4位が渋いですね。ペンタックスさんの KP ですね。で、5位が D850。6位が D500。うん。上、ニコンさん、攻めてますね。で、7位が EOS の 5D。で、EOS のキス X9i の方ですね。10じゃなくて X9i の方が売れてます。まあ、おそらくこれはコスパの面でしょうね。で、 9位が EOS の 6D の M2、10位が EOS の KISSX10i のダブルズームキット。なので、一眼レフは上はニコンが攻めて、下はキャノンさんが攻めているような感じですね。まあ、正直キャノンさんはもうミラーレスが売れちゃってるので、一眼レフを買うよりかは、その分、まあ、EOSR、RP 含めてね。 R5, R6 のこの中からミラーレスを買ってるような印象があるのかなと思います。なので結果的にキャノンさんの一眼レフっていうのはちょっとまあ気持ち抑えめでニコンのミラーレスは逆に売れてないので <laughs> ニコン買うんやったら一眼レフ買っちょるんかなっていう感じが印象としてありますね。で、一眼レフはまあここ最近新しいものバシバシ出ているわけではないので すで、まあ、に市場にある程度出回って一定の評価レビューですよねこんなカメラはこのカメラはこんな感じでここが得意というかまあいいところでやっぱちょっとここ気になるよねみたいなところがもう評価がある程度されているなので失敗のない安定した買い方っていったものが中心になっているのかなっていう印象ですよね一眼レフのまあ1位に輝いたのは私も愛用している2個の D780 このスライドですね。次のスライドです。えー、価格的に見てもやっぱりコストパフォーマンスいいですね。あの、25万ちょいぐらいでまあ初値出てきたんですけども、その後ちょっとカクンって落ちて20万前後ぐらいに落ちました。で、私そのぐらいのね、タイミングで購入してるんですね。にちょっと価格下がったぐらいのタイミングで、そのタイミングで結構バババって売れて、在庫なくなるみたいな感じがあったんで、そのタイミングで購入しました。結構ね、売れてたんですよ。当初ね。で、その後、 まあ一年経つんですけども、未だに20万円前後をキープしているので、まあいいタイミングで買えたかなっていうのと、やっぱり評価の高いカメラかなと思いますね。もうどん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 価格がね、暴落していくカメラもある中で、価格をだいたい20万円ぐらいでキープしているっていうのはやっぱりアルファ73も含めて、そういった需要と供給がある程度、20万円前後でキープできるカメラっていうのはやっぱり優秀かなっていうのは思います。 価格的に見てもコストパフォーマンスは高いですし、D750、これのね、一個前、私が5年ぐらい使ってた D750 っていうカメラで培った信頼と、まあ、安心感があるので、これの後継機、かつ D750 が苦手としていた、えー、ハイブリッドのオートフォーカスで強化したところであったりとか、増面操作、あの辺ですね。こういったところが強化されているので、特別、今すぐ、 ミラーレスに映る必要はないかなーっていう方が、まあ、乗り換えている。私含めそういう感覚ですよね。F マウントレンズをたくさん持ってたら特にそういう思考になるかなと思います。一眼レフでコストパフォーマンスのイ、e、いフルサイズが欲しい顧客層。もうまさに、もうここですね。私自身ですね。もうドンピシャでした。待ってたでコーケーキーっていう。まあら、今年、来年はいかへんと思うんですけどね。今年中にはおそらく D850。 D500。さっきのね、ランキングで言うと上位を占めてた5と6ですね。5位の850と6位の D500。この辺の後継機もニコンさん出してくれたら売れるんちゃうか。まあ逆にミラーレス売れへんのかもしれないんですけども、まあ850と500の後継機を待っている方っていうのは多いと。 思いますねで約1年前にはなるんですけどもミラーレスはですね一眼レフに比べて販売台数全体の母数そのものはもう絶対少ないです今ミラーレスの方が一眼レフのシェアを抜いちゃってるので絶対母数としては少ないんですけどもその中でも、まあ、一眼レフ買うんやったらニコンかなっていうところで複数ランクインしてるでしっかりまあニコンのカメラが一眼レフでは売れているっていうのはまあ嬉しいところかなと 思います、ね。で、D780 ね、あの、1年ぐらい前に購入して、私、あの、設定画面をね、こう。 録画してね、わーってやっていく D780 の設定画面の詳細をね、記載している動画、左下のサムネイルのものであったり、D780 を購入してね、私がこんなカメラですっていう紹介しているね動画、1年前の私の喋りなので、めっちゃつたないですし、あのー、なんやろ、その、台本もぐちゃぐちゃですし、編集もね、そこまで栄質ではないんですけども、十分ね、あの、情報としては伝えれるものがあるかなと思いますので、ね、D780 欲しいなーって思う方は、ぜひあの、 見てもらえると嬉しいです。逆に今のこの1年私が使った感覚で D780 もう一回語ってやって方はですね、ぜ,あのぜひあのコメント欄に書いてもらえると D780 を1年間撮影で使い倒してみた、まあ、経験も踏まえて、まあ、語れるかなと思いますのでぜひご希望がございましたら書いてもらえると嬉しいです。D780 ね、いいカメラですよ。やっぱりあの20万前後ぐらいで買えて、まあ、安定して使える もうやっぱり信頼感は半端ないですね。D750 の、まあ、本当に弱点を克服して逆にこの D780 の次後継機って何を強化するんやろうかっていう、まあ、常用 ISO 感度であったり、まあ、細かいところがね あのー、できるようにはなるかなと思うんですけども、この操作面も結構良くなったんですよ。このボタン配置ですね。ほんと右手片手で、あの全てが揃うようになってきたので、で一眼レフに正直ボディ内手ブレ補正っていうのはあんまり期待できないところもありますし、あとはどこ強化するんかなっていうのはちょっと楽しみですよね。まあ、ほぼマイナーチェンジにはなるかなと思うんですけども、画像処理エンジンが世代変わってくれると結構嬉しいですね。結構買う理由に、買い替える理由になるかなと思います。 次、少し複雑ですがって話ですね。まあ、心境的には複雑な面です。この D5600 のレンズキットっていったものが、あの、ロングヒットで売れてるんですよ。で、D5600 はですね、発売時期が、もう結構前です。あのー、うん、結構前です。D5600、うん、D5000 系統の新型、ほんとここ最近出てないんですよね。で、数年も前になる機種なんですけども、まあ、エントリー機としてね、存在する D3000 系統。 これですね、D3000 系統。で、D5000 系統っていうのは、こっちです。こっちが D5000 系統で、こっちが D3000 系統ですね。こういった形で、同じ D3500、これ3200なんですけどね。3500と並んで、旧製品扱いとしてニコンのもうウェブサイトに掲載されちゃってるんですよ。なので、D5600 っていう一眼レフのカメラは、未だに市場でめっちゃ売れてるし、人気なんやけども、ニコンさん公式からすると、もう、 ちょっとごめんなさい。古い商品なんですわ。っていう扱いですね。実質現状ではニコンの一眼レフでエントリー機っていうものは現行品で存在していないです。3000系統、5000系統が旧製品となってしまった場合、もう7000系統が じゃあ一番初めの現行品で入りやすい機種なのっていうと7000系統はねやっぱり10万円前後しますし結構しっかりしたカメラなのでどちらかというと中級機っていうものになりますこのね3000系統とか5000系統の、まあ、後継機が出るんであればいいんですけどもいつもねこの、まあ、3000系統とか5000系統が、まあ、リニューアルするというか後継機が出るタイミングで ま、旧機種扱いになって、その代わり新しいものが出てきましたっていう感じなんですけど、今回は単純に旧機種になった。後継機が発表されていない状態なので、もうこの3000系統、5000系統が今後また作られなくなっちゃうのかなって思うとちょっと寂しいかなと思います。はたまたですよ、もしかしたらちょっとね、セカンドチャンネルの方でお伝えしているんですけども、このメインの方ではね、まだ伝えるには噂ベースなんでね、ちょっと情報が曖昧なんで、 アップしてないんですけども別動画、あの、噂ベースで話している EVF レスなので、ここね、あの、のくところを、あの、 電子ビューファインダーのところがない状態のやつで小型軽量のエントリー向けのミラーレスが登場するのかなっていったところで楽しみです。まあニコンの新系統として今 Z50 っていうね APS-C でめっちゃ売れてる Z のミラーレスのカメラがあるんですけどもこれの、まあ、30系統っていったものがこの3000系統廃盤になった代わりに出てきたらいいかなってめっちゃ期待したいカメラですね。あとは Z30。まあ Z50 が、もしかしたら5000系統なんやったら、7000系統に対する Z70 みたいなのが、まあ、上と下で、Z50 の上と下で出てくる可能性があるのかなってのは思います。で、ニコンさんのね、売れ筋カメラ、まさかの旧製品へっていう右下のね、サムネイルみたいなものも、あの、別で動画撮ってます。3000系統と5000系統の旧製品になったタイミングで、あの、話している内容なので、ぜひね、あの、興味ある方は一緒に見てもらえると嬉しいです。 バリアングルの一眼レフは貴重ですよってスライドです。この D5600 なんですけども、まあ、ニコンの一眼レフであったり、ミラーレスのカメラをですね、まあ全部含めたカメラの中では唯一バリアングル液晶なんですよ。これね、あの3000系統で液晶出てこんのですよ。もう埋め込まれてる状態なんですね。このバチャンって。ただ、この5000系統の場合は液晶が 取り出せるんですよこうやってペコってねペコって取り出せてくるんって回るんですよで自由自在にねできるんですこれがねバリアングルの凄さでチルト液晶っていったものが結構多くのカメラでね取りこう回れ取りん採用されてるんですけどもこうね上下だけなんですよねこういう上下だけの動きなのでこう取る分であったりとかこう取る分には全然問題ないんですけどもこう取る分にはちょっとこう 覗き込まんとい,いけんのですよねこれがちょっと大変やったりするんですけども例えばバリアングル液晶であれば普通にねこう取る分には液晶を見るときこうでいいですね、まあ、ファインダーのぞいてたら全く関係ないんですよこうね自由に動くんですけども例えば動画なんかで液晶を見ながら取りたいっていうときは、まあ、こう取るときには問題ないですよねでもし低く取るんであればこう出してもうてこう回してもうてこう上からこう見てローアングルで 例えば走ってるワンちゃんなんかをこうローアングルで撮る分には全く問題ないですよね。で、ハイアングルで撮るときは、こうね、してもらって、こう上から、例えばすごく前に人がわーっていて、奥に、例えば何か動物なんかがいたときは、こうちょっとね、遠くが撮れるレンズをつけて、こう下からこう上げてもうて、見てもうて、自分が、あ、撮れる撮れるみたいな感じでね、撮ってもうたり、ちょっと高すぎた、これぐらいかな。撮れる撮れるみたいな感じでね、やってもうたらいいんですが、じゃあ、さっきのチルト液晶の、こういう時ですね、 こう縦で取るときなんですけども、ん何の話やったっけえっとね、バリアングルは便利って話で、チルトではできひんことを、バリアングルでは便利って話ですよね。あ、そうそうそう、あの、もう単純にこうですわ。こう、こう取れるんですよ。こう、こうね。こう、縦で取るときに、チルトやったら、こうね。 大変なんですよ。こうやってね、こう、こう見て、こう見て、こう、こうしなあかんところを、チルト液晶であれば、もうこの状態でね、縦でね、ローアングルも取れるし、縦のね、ハイアングルもこういう風に取れるっていったところがあります。なのでわざわざ、もう、こ、こ、この液晶、こう見んでええのがね、やっぱり楽なところですよね。これがまあバリアングルの良さかなと思います。で、ニコンはね、バリアングルの、ん、カメラが少ないんですよね。他社のメーカーに比べると。 そればっかりはもうニコンさんのやっぱり顧客アンケートの改善点でバリアングルって必要ですかみたいなところでやっぱりあんまり求められてないのかなってところがあってどうしてもニコンさんのねあのカメラ使われる方はバリアングルあんまり使ってないのかもしれないんですけども、まあ、この D5000 系統は旧製品としてはやっぱり人気やし手軽にニコンクオリティを楽しめるカメラかつバリアングルが便利でめっちゃ評価されている印象なんですよねなのでもしかしたらバリアングル採用した、まあ、エントリー層向けの カメラっていったものが追加で出てくるとまた売れるものになるんじゃないのかなとは思います。で、F マウントレンズですよね。これが正直動画に向くかどうかっていうものは少し置いときましょう。結構やっぱりね、動画撮ってると外部マイクをね、こんな感じで使ってたらそこまで気にならなかったりするんですけども、カメラの上にね、もうモフモフつけてピョンってつけた状態は結構ね、このね、駆動音、キーキーキキって音は。いくら、あの、静音モーター採用してると言っても、今のミラーレスの うんミラーレスに特化した、えっと、レンズに比べるとどうしてもね、駆動音っていうものは拾ってしまうし気になるところでもあります。まあ、動画もね、あの撮りやすい、まあ、ローガングルもね、さっきみたいな形で撮りやすいですし、ハイアングルもね、この液晶の可動範囲が広いといったところを生かして、まあ、動画もね、すごく撮りやすいカメラなので、もしミラーレスの Z 系統からバリアングルのものが出たら、ぜひねあの、そういった動画にも使っていきたいカメラなのかなっていうのは 思いますね、この D53500 と5600について熱く語ってる動画がね、また右下のサムネイルのものがあるので、ご興味ある方はね、一緒に見てもらえたらなと思います。じゃあ次、キ n ノンの 90D ってどうなんって思います。あの、根強い人気がありますよってスライドですね。あの、3位はですね、これまた、 あの、めちゃくちゃおすすめのカメラです。コストパフォーマンスがいいですね。使い勝手のいい一眼レフ、キャノンの EOS90D です。私自身ですね、数年前、あのー、仕事で、えーまあ、人物撮るときって言ったものは、部分的に支給品として形で、このカメラで撮ってねって形で、あの、e、EOS70D って言ったものを使ってたことがあります。で、キャノンのこの2桁 D 系統のコスプトパフォーマンスの良さっていうのは、十分に知ってます。え、 70D とか 80D? え、こんな A の撮れんのみたいな感じですよね。もう頑張ってボディ単体にドンとお金を使うよりも、こういったコストパフォーマンスのいいボディを買って余った予算をもう高品質なこ、ね、左下に置いてるような大三元のレンズなんかに使ってもらう方が結果的に 高品質ののの写真が撮れるんじゃないのかないいかってのは個人的に思んぼボ,ボディー側でねあの予算つぎ込んで頑張ったとしてもレンズがやっぱチャチいもん使ってるともうレンズ画質というかレンズ依存っていったところがあるのでそういったところが気になる方はもうボディーはそこそこのものある程度コストパフォーマンスはいいもので我慢してレンズにドンと予算を使ってもらう方が結果として満足いくんじゃないのかなとは思いますね 一眼レフはニコンとキャノンがほぼ独占っていうスライドです。ミラーレスであの大活躍しているソニー勢なんですけども、もう一眼レフのランキングにはもう入ってないですよね。コンデジのところで ZV-1 が入ってたぐらいで、もうやっぱり一昔前からカメラ業界のシェアを占めている、えー、キャノンと、 ニコン勢が独占している一眼レフっていうところにはもう逆に入り込まんかったような印象ですね。ただまあリコーさんからね、発売されているペンタックスリコーさんやったと思うんですけど、ペンタックスのこの KP がね、もうピュりとランクインしてるのはちょっと面白い。というか渋いですよね。他にはね、D850 とか D500 に、まあ、キャノンの定番人気がある一眼レフ。なのでまあニコンもキャノンも含むどっちもね、定番のよく 無難なカメラが売れてていいるっていう印象ですよねだからやっぱり安定思考が買い物に失敗しない安定した買い方っていうのが人気なのかなと思いますでこのあたりはですねこの右側にある売れ続けるカメラって何って D500 のね徹底解説みたいなものでも語ってたりするのでもしねあの850とか750780 えー、D500, 3500, 35 5600, 7500も含めていろんなねカメラ DF も語ってますねカメラそれぞれの,、まああの型番によって特徴っていったものを語ってる動画過去にねたくさん上げてるのであのー、興味ある方はねあの一緒にこの動画の後にね見てもらえたらなと思います、まあ、今回はこのヨドバシカメラさんと価格 .com さんのね売り上げデータっていったものを参考にした今 売れてるカメラって何って言ったものと、どんな特徴があって、市場全体がまあどういったカメラを求めているのっていうものをですね、ちょっと語っていく動画になりました。今後もですね、こういった配信を続けておきますので、初めての方ね、ぜひあのチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね